皆様うがみ油、今日も始まりました YouTube、 ナレーターの金目秀人です。今日紹介する集落は知名町の西側にあります住吉あざです。実は僕の牛舎もここ住吉あざにあるんですよね。ですので僕にとって思い入れのある大好きな集落なんです。今日はその住吉あざの魅力をドドーンとお送りしたいと思います。今走ってる道は県道よりも一個海寄りに走ってる道ですね。住吉から田皆方面に向けて走ってます。まず僕がやってきたのは九本柱の高倉です。高倉っていうのは水害やネズミ等の被害から穀物を守るための建物で、備蓄倉庫の役割をしてます。奄美諸島から沖縄の高倉って四本柱とか六本柱の高倉が多くて、九本柱の高倉は大変珍しいから町の文化財に指定されているみたいですね。そしてその高倉の横にあるのが住吉倉郷です。暗い川と書いて倉郷です。読めませんよね。沖永良部島の地質っていうのは隆起珊瑚の石灰岩層からできていて、その石灰岩が長い年月をかけて雨水で溶かされることで沖永良部島にはたくさんの洞窟ができたんですね。そしてこの倉郷もそうやってできた洞穴の一種で、選ぶの数箇所に点在しています。しかしこの倉郷、めちゃくちゃ階段を下っていかないといけないんですよね。水がいっぱい入った桶を頭に乗せてこの急斜面を登っていく、そんな重労働が実は女性の仕事だったんですよね。僕らって蛇口をひねればすぐ水が出てくるっていうのを当たり前に思ってますけど、でも先人たちの苦労があって今の便利な暮らしがあるんですよね。感謝です。注意書きがありました。ルールを守って見学しましょうね。それでは行ってみましょう。電気をつけて。ちなみに電気をつけないと本当に光が入ってこなくてめちゃくちゃ暗いんです。昔の人はそんな暗闇で人とぶつからないようにへーへーほーぬちゅーって言いながら出入りしてたみたいです。皆さんもぜひ見学する際はへーへーほーぬちゅーって言ってみてくださいね。誰かいたらめっちゃ恥ずかしいですけどね。この先ももうちょっと階段続いてはいるんですけど、管が割れてるのか水が流れ出しててちょっと行けない状態になってました。そしてこの下から上を見上げると光が差し込んでいて綺麗なんですよね。すごく幻想的です。続いて僕が向かったのは住吉港です。この看板からこの道を走っていきます。そして到着しました。こちら住吉港です。
ご覧ください。やっぱりこういうとこでも海の色は選ぶブルーです。そしてたまにですけど、ここまでウミガメが入ってきて泳いでることもあります。それを見つけれたらラッキーですね。そして住吉港名物にもなってます、この上から飛び込むっていうのが楽しいんです。動画で見るとあんまり高く見えないかもしれませんけども、実は結構高いんで勇気がいるんですよね。それでは上まで登ってみますんで、飛び込みの迫力を体感してもらいましょう。高所恐怖症の方はちょっと見ない方がいいかもしれません。いかがでしょう、高さ分かってもらえますかね。上から見ると車もちっちゃく見えます。下を見ると怖いですね。それでは勇気を出して行ってみましょう。1、2の3。さあ飛び込んだ後にやってきたのが住吉貝塚です。なんと縄文時代にここ住吉に集落があったという形跡が見つかったんですね。こちらかなり重要な遺跡として国指定史跡にもなっています。ちなみに現在遺跡は保存のために埋め戻してあります。こういう状態になってるんで来てがっかりしないでくださいね。当時の様子を描いた絵です。可愛いワンちゃんもいますね。なんと縄文土器まで発掘されています。さあ続きまして僕がやってきたのがトゥモローの浜です。海を見る前に横にある広場に行ってみましょう。いかがでしょう、幻想的ですよね。木々が屋根を作ってくれていてすんごい涼しいんです。かなり広々としてますね。奥まで行ってみましょう。木が倒れてるんで行けるのはこの辺まででしょうか。振り返ってみるとここの広さが分かりますね。では次は本題の海を見てみましょう。広い砂浜が広がっています。そしてその先に海が見えてきました。
この日は潮が引いてたから濡れずにあっち側渡れそうですね。行ってみましょう。なんと広い浜が広がっていました。向こうの方にコンクリートの大きい階段が見えます。なるほど、住吉海岸につながってたんですね。ということで、向こうから遠くに見えてた住吉海岸の方にやってきました。これがさっき言ってた大きな階段です。すごい幅が広い階段なんで、宝塚歌劇団ごっこなんていかがでしょう。それでは海の方に降りていきましょう。砂浜も綺麗ですね。浅瀬が広がってるんで、子供たちが水遊びしてても安全です。さあ、いかがだったでしょうか。沖永良部島知名町の住吉あざを紹介しました。素敵な場所がたくさんありましたね。歴史も深くて、深く勉強してみるとより住吉あざの魅力が分かってくると思います。それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。